こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9、2021、ライブ配信始めていこうと思います。今回は2009年3月の競馬をやってみたいと思います。いきなりサウジですね、金引きりが挑戦します。全然チャンスあると思うんで、応援よろしくお願いします。そして応援の意味でもぜひ、今配信しているツイッチのアカウントフォローお願いいたします。ツイッチマイアカウントフォローチャットコメントプリーズ。この配信のアーカイブ YouTube で流します。YouTube チャンネル、ツイッチのチャット欄に記載してます。ぜひアクセスお願いします。チャンネル登録もお願いします。そしていいねもぜひお願いします。 This Live Archive My YouTube Live Upload 2 Days After My YouTube Channel Subscribe Do and Good Button Please。 旧 Twitter である X アカウント持っております。ぜひアクセスお願いします。 X のアカウントのフォロー、いいね、リポストお願いします。Twitter X マイアカウントフォロー&チャットコメント&リポスト&グッドボタンプリーズ。では、始めていきましょう。まずサウジカップ、これ稼げた11億、60億いくわけですね。でいいんだっけ、行ってみましょう。ダイヤメジャーってまだ8歳なんだな。はい、いきなりサウジカップです。金引きり1番人気、2番人気、そしてアマンの冬ソナも出て2番人気ということで、2着も3億2000万だっけ、4億いくんで一気に賞金稼げます。金引きりすごいですね。140、アマンの冬ソナ133、あれ110加えたバイタリティが110いってるだけで、これ全然他は行ってないやん。チャンスですね。頑張りましょう。青の冬ソナ戦法変えられます。差しで行ってみましょう。レースです。1着になると賞金11億円もらえます。サウジカップ G1 キングアブドゥルアジーズ競馬場ダート 1800m で行われます。ここサウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場に世界中のダートの猛者たちが集結しました。世界最高の賞金額を誇るまさにドリームレース、サウジカップいよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて何が行くのでしょうか。スパイラルシュタイン前に行きそうです。フルートチャイムスそれに続いています。前に戻りましょう。金引きり先手を取りました。オレンジの帽子スパイラルシュタイン、その後ろストライキングアラマ、すぐ後ろサドンアトザトップ、そのうちに続いています。その隣にウルートチャイムス、すぐ隣にマッククライド、ハーフスピアフィッシュ、この馬もこのグループ、その横にエレベートクローデット、その横にアルーリングブロンド、その外からアマノフレユソナ、内からはショーケースネイチャー、並んで11番
そら外回ってますね。中段ペース。中段まあいや前ぐらいかな。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。内からは金引きをマークする形で進んでますが。ラムビッグ各馬砂煙を上げてかけていきます。3番手ですね一方。12番スパイラルシュタイ。レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身。少し離れてストライキング。さあここが3コーナー本当の。残りあと400メートル。もう先頭伺う。ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭は金引きり後続とは3馬身空もやってきたがちょっと前が遠いぶっちぎりです。2番手は天野冬空完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は天野冬空世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。金引きりまさしく日本が世界に誇れる馬です。先まくりでの勝利となりました。金引きりサウジカップ連覇です。強い。エンプレス杯肩のフェイト3番人気クラブは凱旋世界中が1番人気となっております。2番人気イマジンシュガーですね。世界中がまあ先行策だし有利だよな。先行有利だから先行策で勝負してみましょう。レース、あ、いやレースじゃない。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。G2 だったこれ。先手を奪うのはどの馬か。 2100m 牝馬限定そうです。シャンデリアデッキ先手を取りました。オレンジの帽子凱旋世界中その後ろ10番肩のフェイト2番手を追走しています。カリスタシルビアそのうちに続いています。その外にリタラリーワード並んで4番ピタクキール。少し間が空いてオークションコース直線短いですからね。積極策を取ります。フィルシカラード上がっていきました。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。イマジンシュガーすぐ後ろ並んで7番サフランバーリー。これに続いてクリスタルショアすぐ後ろにベルズコンセルト最後方にマツリダワルツ。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度古豪シャンデリアデッキ依然として先頭。2番手に黄金の馬体肩のフェイント、うん、そして大きく離れてリタラリーワードン。この位置です。これに続くのがオークションコース天馬デジール。それに続きます。並んで13番フィルシカラード。内からはピタクキール並んで8番クリスタルショア。ここいますね。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭に踊り出た肩のフェイント肩のフェイトさらにリードを広げます。2番手はシャンデリアデッキ短い直線に入って直線短いぞこれ押し切れるんじゃないか。肩のフェイト先頭差は3馬身後続の手応えもいい。クリスタルショアちょっとバテてきたがこの差は果たして縮まるか。肩のフェイト先頭クリスタルショア1着2着は微妙です。これが地方の実力だ。クリスタルショア最後急激にバテたな。カトンフェイト3着凱旋世界中が4着です。結局人気通りの結果になってしまいました。ネモフィラ賞はマノラキスタ一番人気。本紙以外は全部20万の本紙は天のポケモンが母親の日高ロッジですね。
ダイジェスト、小倉一生クラス、3歳一生クラス、ネモフィラ賞ダート 1700m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。天野ラキスタ先頭、後続大きくちぎれました。マイネーレイン必死に追います。この差は果たして縮まるか。天野ラキスタこの馬で決まりか。天野ラキスタ今ゴール勝ちました。段違いの強さです。2着はマイネーレイン、3着にアグネスカンディア、これは桁外れの強さだ。天野ラキスタ中馬記念、一番人気が天野小泉となっております。グリグリですね。ディープスカイ2番人気か。他ウォッカも、クラブはウォッカも出ております。混合力士を飲みますね。線の数はチェンジできますが、まあこのままの方がいいでしょう。ダイジェスト、中山 G2 中山記念芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野小泉先頭、さ あと 200m、 なんか外が来てるぞ。さらに足を伸ばす。クラブはウォッカか。天野小泉出ばる。天野小泉先頭だ。天野小泉、天野小泉1着、2着はウォッカ、3着にディープスカイ、これが G1 馬の実力だ。天野小泉線の数は、あ、まあでも4着か、悪くはないよな。線の数はちょっとこのクラスでは、辛いな。さあ、阪急杯クラブは外気船愛知博です。遠心ドーバーですね、一番人気は。ジョニーダンスやダノンゴーオーもいますが、ダイジェスト、中山 G3 阪急杯芝 1400m を短距離戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ステッキーシンスケ君先頭、先頭に踊り出た。先頭は変わって外線愛知博、残り 100m、 2番手は湘南アルバ外線愛知博。やりました、勝ちましたね。1着2着は微妙です。まずは前哨戦を制しました外線愛知博、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。うん、本来の予定って何だろう。フェルソナも挑みますけど、フェルソナは10勝か。別に挑まない理由はないですよね。うん、まあ金引きだけでいいか。スマートファルコンは、いや、スマートアルコン挑む必要ってあるの。距離は悪くないですけどね、ちょっといいかな。ウソナ挑んでもちょっと、あの、勝負付け済んだ感はあるよな。羽引きりのみ。さあ海外は3頭ですね。初音ミクはあれなんだ、C 機種か。 UAE も、ああいう2頭か。ゼニアタとアマノイナバウアー、合計5頭ってことになりますね。グエナビスタが重賞ですね。小泉がウォッカと好勝負。さてと、金引きのちょっと調子を見てみるか。まあ持ってはくれるだろうな。もう G1 20勝となっております。で、冬ソナが
と勝負付け済んじゃった感はありますよね。どうなんだろう、瞬発力は分からん。能力高いかもしれないしな。 A プラスあれば十分ですからね。距離適正かもしれないけど、生メンタルかな、分からんけど。で、型のフェイト、ちょっとエンペレス杯とか厳しいかな。芝とダートどっちがいいんだろうという前に、まあオープン特別でもまだいいですよね。名古屋城ステークスへ。阪神牝馬ステークスはやめて、小泉はまあ勝ちましたんで、ビクトリアマイルじゃないよな、重賞か。あー、まあ3月を4週出られればありかな。賞金稼げるレースがあればありなんだけどな。牝馬限定のレースがないんだよな。アイポッド出るし、なんか出るだろうな。金引きり。金車さこっちに出る。ダート1200か。距離がな、合わないんだよな。5月1週以降のレースだったら、もうちょっと距離があった方がいいのかな。あ、ダメだ、あの芝の方が向いてるんだ。こことか万能モとか、ライバルはご覧の通り。ウォッカに勝ってんのはでかいよな。柔軟性がちょっと落ちる。あ、さすがに健康 A になったらもういいでしょう。柔軟距離適正に変更しましょう。で、あと1000の風か。1003の2400だから。でもね、 G2 勝てないレベルで出てもしゃあないしな。1003の2400なんで、しかも何でも出れますが、まあな、ミニハイもありだよな。着歌がいいのか。まあ本来ならここですよね。あ、想定内がいる。リターンズカップは距離が長い。ああ、ここか。瞬発力 G。あるんだけどな、そういう意味では欲しい。
でラッキースターネモフィラ賞、結構いい勝利を挙げましたね。芝も悪いわけじゃないんだ。まあ桜花賞行ってもいいのかな、どうなんだろう。まあ三冠オークスがちょっと距離長いですからね。オークスは完全に長いし、秋華賞も長いからちょっと厳しいですよね。力あるの分かってる、精神力も高いから海外に行ってもいい。でもそのためには重賞を取らないといけないから、マイルの重賞ですよね狙いは。なんで最終目標はとりあえずここなんですけど、まあでも現時点でハニカミ叶うかどうかわからんので、まずはここですね。ニュージーランドトロフィー。まあまあアリードカップでもいいのか、アリードカップ行ってみるか。距離戦に合う馬を挑戦させたいって言ったカル、カルヒなんだな。プルブラッサーもまあいいんだけどな、短距離行けるんだったらもうここじゃない、こっち挑戦させてもいいかも。ゴールデンシャヒーン、この日まだ3勝だからな。ではいるんだけどな、ムチゼビオム、ジュピター買ったか。まだか、これからです。フランク・イー・キルローマイルステークス、アマナハウル一番人気129、2番人気はプラムタッチ、3番人気はアフリカンニコルとなっております。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 フランク・イー・キルローマイルステークス、芝 1600m をマイル戦です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはヒルエージェント、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくヒルエージェント行きました。続いて前へ行くのはゴーイングソーラー、さらにはロールサミテ、 G1 馬ブラムタッチ、その後ろ先手を取ったのはゴーイングソーラー、バルダスピア、それに続きます青の帽子クリーニングダイヤ、その後ろオールクウェストシリウス、
この馬もこのグループ。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。アフリカンニコル、すぐ後ろ、すぐ後ろにルンアミーラット、アマノハウル、後ろからになりました。並んで14番、ポスターレポート、すぐ後ろにゴールズコース、その後ろにロックエクストラ、最後方にカウントオブウエスト。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はゴーイングソーラー、2番手はロールサミテ、ヒルエーシェント、3番手7番さあ、アマノハウルが中を割ってきました。一気先頭へ、先頭変わってアマノハウル、2馬身から3馬身のリード、残り 200m、 後続を完全に引き離した。勝ったでしょ。2番手はアフリカンニコル、アマノハウル、この馬で決まりか。アマノハウル今ゴールイン、段違いの強さです。2着はアフリカンニコル、3着にロックイクストラ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノハウル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。サンタニタハンデ、アマノ気持ちいい一番人気、120、あ、そんなに高くない。シャンゼリゼがライバルとして立ちふさがります。120ってそんなに高くないな。結構 G1 勝ってんのにな。気持ちいい。なんでだろう。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 サンタニタハンデ、ダート 2000m です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。アマノ気持ちいい、前に行きそうです。インスタントバンク、それに続いています。さらにはティズウェイ、2番、チェインシャーガー、その後ろ。先手を取ったのはアマノ気持ちいい、これに続くのがディスコアイルトン、シャンゼリゼ、それに続きます。その隣にビハインドザタームズ、その横にドロールアズペイシャ、その外にジョスアドラーブル、内からはターンヒート、並んで6番、オラトールサイレンス、しんがりからヒマラヤモデスト。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。漆黒の馬体ティズウェイ、2番手に12番、アマノ気持ちいい、そして大きく離れてチェインシャーガー、この位置です。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。緑の帽子インスタントバンク、その後ろジョスアドラーブル、それに続いていますシャンゼリゼ、そのうちに続いています。前はティズウェイ、アマノ気持ちいい、ほとんど差がありません。間を挟んでチェインシャーガー、3番手。さあアマノ気持ちいい、先頭に前を捕まえられるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はアマノ気持ちいい、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。まだ持ったまま、アマノ気持ちいい先頭、あと 200m、 後続は遥か後方、2番手はチェインシャーガー、勝ったでしょ。後続は大きく離れました。アマノ気持ちいい今ゴールイン、段違いの強さです。2着はチェインシャーガー、3着にインスタントバンク、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノ気持ちいい、まさしく日本が世界に誇れる馬です。レーティング低いのってまさか G1 に出てないから。いやそんなことないですよね。なんでだろう。ヒアカムズザブライドステークス、アマノ初音ミク一番人気、これ G3 だからな。なのでなんとも言えないですね。ダイジェストいきましょう。ガルフストリームパーク競馬場 G3 ヒアカムズザブライドステークス、3歳限定芝 1700m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ちょっと馬群にもわれているぞ。残り 100m を通過してサンズレーションズ伸びてきた。厳しいな。サンズレーションズ先頭、ここでようやくアマノ初音ミク、サンズレーションズわずかに、サンズレーションズ体勢有利。伸びきれなかったですね初音ミク。経験を積もうと思ったんですが5着に敗れました。身のこなしが硬い、得意な距離が限られる。
マクトゥームチャレンジ R3 ゼニアッタ登場、1番人気130、神田騎手鞍上となっております。これはもう勝てるでしょう。レース行きましょう。名団競馬場 G1 マクトゥームチャレンジ R ラウンド3ダート 2000m。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。インドセントラル、これは遅れてしまいました。さあ先行争い、スティップルチェンジ前に行きそうです。シビルズモア、それに続いています。さらにはタウンシェイド、14番ファイオニアブリタニア、その後ろタウンシェイド先手を取りました。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。トゥクワイエット、それに続きます。その隣にジレットインソレンス、内からはノベルイーストン、赤の帽子ウィルダネスエア、その後ろからはリーナエミーレ、その外からヒマラヤアロマ、並んで6番エントリーカリフォルニア、その外にヒンドセントラル、ココアビーチ、そのうちに続いています、うん、その外にオレステスグロナス、ゼニアッタ最高峰、ここからどういう競馬を見せるでしょうか。ゼニアッタ最高ですね。かけていきます。もう一度先頭から10番スティップルチェンジ、レースを引っ張ります。タウンシェイドすぐ後ろ、そして大きく離れてジレットインソレンス、この位置です。前はスティップルチェンジ、タウンシェイド、ほとんど差がありません。間を挟んでジレットインソレンス、3番手ゼニアッタ、まだ動きません。後続も追い上げていきます。動け、動くんだ。先頭はスティップルチェンジ、最終全然最高峰じゃないですか。入りました。日米王者の争いだ。スティップルチェンジ先頭、後続とは3馬身以上、これ届かないだろう。決まりか。残り 200m、 スティップルチェンジ後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。ここはビーチ、うわー届かなかった。ゼニアッタ3着にスティップルチェンジ、勝ったのはさすがに、あの出足が遅すぎます。エンジンかかるのが遅すぎた。ジベルハッター、マノイナバウは1番人気124、110超える馬がないから普通に勝てるでしょう。あ、さっきのは追い込みの怖さだったんかな。レース行きましょう。名団競馬場 G1 ジベルハッタ、芝 1800m です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。どの馬が先頭に立つでしょうか。オフショアウィッシュ、前に行きそうです。ギフトエニス、それに続いています。さらにはアルキオーネブラッシュ、11番サムイクストラ、その後ろオフショアウィッシュ、先手を取りました。その隣にイーブンマージュ、その横にタイニーマージン、これに続いてヴィンテージショット、その外からムーンライトカニディア、イエルマークフェル、そのうちに続いています。その外にシンフォニーマルグレーテ、アマノイーナバウアー、この位置です。並んで結構先行にしちゃう後ろですね。それに続いています。黄色の帽子ゲイリーゾーン、その後ろ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はアルキオーネブラッシュ、イーブンマージュ、ほとんど差がありません。タイニーマージン、3番手アマノイーナバウアー、まだ動きません。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアルキオーネブラッシュ、大丈夫かイナバウアー、後ろすぎるんじゃないの。離れてオフショアウィッシュ、後ろすぎるわこれ、届かないんじゃないかな。残りあと 400m、 長い直線先行策だからな。アルキオーネブラッシュ先頭リードは、あ、ダメだ、馬群に全然沈んでる。前に迫れるか。残り 200m、 アルキオーネブラッシュ出まる。一気にサプレザ、ギフトエニス、かわす、ギフトエニス、ギフトエニス、ケージは乗ったかどうかだな。2着にはどうやらサプレザ、3着にアルキオーネブラッシュ、勝ったのはギフトエニス、見事な勝利です。
どうしちゃったんだ、稲葉王は。途中かかってしまった。マジかよ。名古屋大商店、天の稲ループ一番人気。サクセスブロッケン、モエレトレジャーが相手です。ダイジェスト、名古屋競馬場、JPN3、名古屋大商店、ダート1900メートルです。さあ、短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。サクセスブロッケン抜け出した。2番手は天のエネループ。ななサクセスブロッケン1着、2着は天のエネループ。3着にトップサバトン。勝ったのはサクセスブロッケン。オーシャンステークスクラブバー、凱旋サウダケアとベストロケーション、一番人気はマイネルチケット。ダイジェストいきましょう。中山 G3 有冠富士賞オーシャンステークス芝 1200m 電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋サウダケイヤ先頭、残り 200m、 先頭は凱旋サウダケイヤ、2番手はレオマイスター。凱旋サウダケイヤ、この馬で決まりか。凱旋サウダケイヤ1着、凱旋サウダケイヤ完勝、2着はレオマイスター、見事に勝ちました。凱旋サウダケイヤマイネルチケット敗れました。これは掲示板までです。チューリップ賞です、オークストライ、オーカショートライアルです。ブエナビスタ一番人気、ディアジーナが出てますね。ライバルはダイジェストです。阪神 G2 チューリップ賞3歳芝 1600m、 オーカショートライアルです。さあ直線に入りました。もう先頭に踊り出ようとしている。先頭差を広げにかかります。ディアジーナ2番手、手応えはどうか。ブエナビスタ、ディアジーナをあと 200m 抑えましたね。後続を引き離しにかかります。これは強いわ。ディアジーナ後続は大きくぶち切った。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はディアジーナ、3着にブラッドタウンソン、これが G1 馬だ。ブエナビスタ王道のチューリップ賞を制してました。膝レベルアップ。このまま桜花賞を目指します。さあ、皐月賞のトライアルもあります。八重賞 ディープインパクト記念に天のニコニコ登場ですが、こちら5番人気ですね。ちょっと人気がない。まあまだ1月にデビューして2連勝したばっかりですからね。当選場なんロジーユニバースが一番人気か。先方変えられますが、まあこのままでいきましょう。ダイジェスト、中山競馬場3歳 G2 高知賞やよ、高知杯弥生賞ディープインパクト記念芝 2000m 皐月賞トライアルです。4コーナーをカーブして、さあ先頭だが、天のニコニコ先頭、残り 200m、 一気に後続がやってきた。お、残り 100m、 粘ってる。いい粘り足。先頭天のニコニコ先頭だ。勝ちましたね。しぶとい足。1着2着にはどうやら防戦上段、3着に星雲ワンダー、見事に勝ちました天のニコニコ。さあ八重杯取り、八重賞取りました。天のニコニコ、ココアビーチドバイワールドカップ、追加推薦。ゼニアタ破った馬か。初
G1 制覇だったんだ、ココアビーチにとっては。さあ、オーストラリア4頭出走となります。フランケル、お、フランケル、親分肌ですね。ビスタ放牧か。MN ループは次はマーチステークスだが、ステークスやスマートハルコンがいいのか。え、なんでスマートハルコンここにいるんだ。あと冬空もいますね。冬空はまあわかるけど、なんか持ってるの3月募集に。こっか、金車さんに乗ってんだ。分からんでもないけど、みんな竹豊でもいいや。ストーカスターマイルはかぶっちゃうんだな、大阪杯と。まあ、これは別のジョッキーでいいでしょうし、田中騎手、高田騎手か、和田騎手もいいですしね。武幸四郎、ちょっと頑張って乗ってもらいましょう。まだ4勝だからな。しかも東京大賞典は 0.5 なんで、実質 3.5 勝でしかないしな。本格化したから、
ここはしっかり勝ってほしいとこです。負けちゃいましたね。まあ桜花賞で確かに巻き返しを期したいとこですが、どうでしょうね。まあブエナビスタもいますし、簡単にはいかないでしょうね。ブエナビスタも狙いますしね。それなら勝てるレース確実に乗っておきたい。で気持ちいいがチェルダンス弱く4勝だから、バウアーは2600だから距離は長いよな。アメリカオークス勝ったんだけど、やっぱコバ相手だとまだ厳しいのかな。しないだけどな。あーでも2個は当然勝ちましたんで、このまま皐月賞ですね。そう、スマートハルコンなんですよね。スマートハルコンまだこんなとこ出ちゃダメです。いけるんだ。あ、カチタイヤがいるのか。ここ出てもいいかもなっていうところですね。あ、気持ちいいわ。
ペースがあまり出れないよな。最上位か、勝てるかな。花盛りがフィリーズレビュー、オークストライアル入れます。花盛りも、オーカショートライアルか、オーカショー狙いますね。オークスト、クルマークラシックは魔の椿一番人気、127だけど圧倒できるほどではない。ライバル馬多いです。レースいきましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 クールモアクラシック芝 1500m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ハースクラッグ前に行きそうです。ハイエストナレーターそれに続いています。前に戻りましょう。先手を取ったのはマリースペア、ハースクラッグそれに続いています。その隣にインビジブルクリーナー、その外にイブニングエンペリー、並んで15番ジャックピンキー、ミヌノンミスワキ、そのうちに続いています。その後ろからはハイエストナレーター、青の帽子サードカノミス、その後ろ内からはヒューモアビーチ、並んで G1 馬スプレンディドガイア、その横にサマレックスギニー、その外からリスキーリッジ、先頭は依然としてマリースペア、まだ粘っています。2番手はさあちょっと後ろすぎる感じがするが、上がってきた。オレンジの帽子、あ、いい背足、伸びてきた。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に躍り出た天の椿、残り 200m を通過して後続はまだ後ろ。2番手はリスキーリッジ、これは強いわ。後続は大きく離れた、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はプリシェハイです。3着にリスキーリッジ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の椿、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いや、ここで勝ったのは大きい。6個目ですかね、あと2つ。キングダイ前進です。しかも海外遠征をゲットです。これはでかい。ランベットステークス、アマノシャメール、1番人気、カタナーテネ2番人気と2頭出しです。カタナーテネ悪くないんですけどね。シャメールは107なんだか、シャメールの方が人気となりました。アーキペンコがいるけど調子悪いですね。さあ先方はカタナーテネが先行策を取りましょう。レースです。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 ランベットステークス芝 2000m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アーキペンコ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアーキペンコ行きました。続いて前へ行くのはカタノアテネ、さらにはベルインディア、13番スタイル&トレイル、その後ろスタイル&トレイル、先手を取りました。緑の帽子シンフォニーナル、その後ろからはアマノシャメール、並んで10番
フェイクアモニカ、ディスプレイコンサーン、すぐ後ろ、さらにはイルドフェイバー、その隣にクイーンオブファイナンス、イングランドバドミントン、上がっていきました。すぐ後ろにヤングエスリー、すぐ後ろにアイラブスピリット、その外からナバルサリア、内からはストレートミラクル、しんがりからユナイトシェーバー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。ね、前の方からもう一度、古豪シンフォニーナル、レースを引っ張ります。1000メートルを通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか、まあ、先頭から最後方までおよそ10馬身、挑みのない展開になりました。点数が速くないからね。さあ先頭は依然として11番シンフォニーナル、まだ粘っています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者の争いだ。シンフォニーナル先頭、さあアーキペンコ一気に来た。アーキペンコがいい。比べ先頭はアーキペンコ、やばい、先抜かやされた。状態が悪いって言ってもなんか差を広げてますね。アマシャメール必死に追う。アーキペンコ先頭、2番手はアマノシャメール、やられてしまった。2着はアマノシャメール、勝ったのはアーキペンコ、見事な勝利です。痛い。ジョージライダーステークス、アマの世界に花、一番人気。ここも激戦ですね。でもヘイリスト74とか言ってるけど、それでも3番人気なんですね。レース行きましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1、 ジョージーライダーステークス、芝 1500m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアルキオーネバレー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアルキオーネバレー行きました。続いて前へ行くのは JJ ザジェットプレーン、さらにはキャメロンアンセム、10番グレーシャスオーキッド、その後ろ先手を取ったのは JJ ザジェットプレーン、これに続いてヘイリスト、ニッコーニ、そのうちに続いています。白の帽子モナシアビーチ、その後ろからはサビジハッシュ、その隣にカウントオンダークスパー、すぐ隣にターストレード、すぐ後ろにゴーンエイブル、並んで古豪ペリミーターコントライト、天の世界の花、この位置です。さあ先頭はアルキオーネバレー、アルキオーネバレー、さあ世界に花どうだ。2番手は JJ ザジェットプレーン、ちょっと立ち遅れてないか。この位置から届くのか、残り中を割ってきた。長い直線、ここからどうか。いい背足だ、世界に花。ヘイリスト、残り200メートルを通過して、天の世界に花、追い上げてきた。天の世界に花、抜け出した。2番手はヘイリスト、勝ちました。1着、2着はヘイリスト、3着に日光に、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の世界に花、まさしく日本が世界に誇れる馬です。では3連勝となります。昇竜ステークス、天のヒーローです。一番人気、もし本命はティスタマッタですね。ダイジェストいきましょう。中京3歳オープン特別昇竜ステークス、ダート 1400m です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。アムノヒーロー先頭、さあセイクリムズン一気に来た。アムノヒーロー先頭、あと 200m セイクリムズン追い上げてきた。馬アステの汗馬抜けられた。アムノヒーロー晴れたな。先頭だ、先頭はセイクリムズン1着で5位、2着はキープか。アムノヒーロー3着にシルクメビウス、見事に勝ちましたセイクリムズン。喉側消耗が激しい。さあ中山牝馬特別ですが、凱旋駅中が一番の人気だがな、まあやめとくか。エンマディールか、買ったのは。さあアネモネステークス凱旋恋空3番人気、1レッドレザイアが1番人気、エルリアントが2番人気か。3歳限定戦、3歳牝馬限定戦ですね。桜花賞トライアルダイジェストいきましょう。中山3歳牝馬限定芝 1600m アネモネステークスは桜花賞トライアルです。さあいよいよ直線の攻防、エルディアルト先頭、残り 200m レッドディザイア追い上げてきた。ジェルミナルいい足で追い込んできました。レッドディザイア先頭、レッドディザイア先頭だ、レッドディザイア、レッドディザイア1着、2着はジェルミナル、3着にエルディアルト、レッドディザイア見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。続いてフィリーズレビュー、こちらも桜花賞トライアル、天の花坂に登場、1番人気 2.2 倍、伊坂さんの上でみんな二重丸ですね。ルクシュルやオリーブシャープやダノンベルベルあたりがライバルなんでしょうね。オートリフィートが4番人気か。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 歳牝馬限定 G2 放置杯フィリーズレビュー芝 1400m 桜花賞トライアルです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天の花盛り先頭突き放しにかかります。残り 200m を通過して、先頭は依然として天の花盛り、2番手は天幕ラム、天の花盛り強い強い、天の花盛り圧勝ゴールイン、2着は天幕ラム、3着にダノンベルベール、天の花盛り見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。花盛りもおそらく桜花賞を目指していく。金庫賞、一番人気はアルキバラットだが、凱旋ワンセグ、凱旋リベンジが2番人気、3番人気で続きます。その本心本命は凱旋ワンセグですね。ダイジェストいきましょう。中京G2 金庫賞芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ミヤビランベリ先頭、前に迫る凱旋ワンセグ、さあ先頭に立ったのは凱旋ワンセグ、残り 200m を通過して凱旋ワンセグ先頭、2番手はミヤビランベリ凱旋ワンセグ、1着凱旋ワンセグ完勝、2着は凱旋リベンジ、3着にミヤビランベリ、まずは前哨戦を制しました凱旋ワンセグ、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。さあ、オーケンブルースリーがタンクレットステークス登場。まだ1勝か、菊花賞ですね。であとは
中山中京で走ります。まず天の椿がいい勝利を挙げてくれました。宝塚か、まあいいとは思いますね、うん、次のレースは5月を1周以降、これかな、ゲームリーステークスへ登録です。ゲームリーって前年出てない、出てない、まあ要塞馬だからまだですね。これ牝馬三冠馬ですね。まだまだだな。メンタルかな。でシャメール惜しかったよな。まだ10番取れてないのか。あ、万世って言っても厳しいよね。スピードも上げないといけないし、勝手相手も同様で6着か。このワンもう厳しいですよね。スピードとかみんなあるんだけどな、何かが足りない。海外遠征もついたんだけどどうしたんだろうな。まあ、とりあえず、ね、2周放牧で戻ってきてからローテ決めましょう。勝ってくれました。まあでも19勝だからな、香港カップも取ってるし負けられないでしょ。普通に考えて2600、稼げるレースがあればいいんだけどな。うん、でも香港勝ちやすいレースだからな、なるべく出さんどこ。スマートマリコンが出るのか。馬の方が合ってるのかもしれない。あ、でもどうなんだろうな。
重賞制覇狙いたいな。まあ、万能ターンだからちょっと距離長いかもしれない。花盛りは当然桜花賞か。ハウルを、ハウルこれで切り札決定ってことか。そうですね、8勝目なんで 2000m も全然いいと思うんで大阪杯行きましょう。気持ちいいな。チルダウンズ気持ちいい。これで4勝か。脱炎区フローラステークス、あ、まあ国内なんでこれは大丈夫。でこんな感じか。有力馬の1頭か、王権ブルースリー、ネクスト、タークレットステークス王権ブルースリーは2番人気、1番人気ショッキング103か。分からんな。行ってみましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 タンクレットステークス芝 2400m です。さあ菊花賞オーケンブルースリーが挑みます。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはグローディクミニスター。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してグローディクミニスター花に立ちます。その後ろからはバースバン、この馬も上がっていく構えです。さらにはコーネルレグズ、16番セイントリービッド、その後ろグローディクミニスター先手を取りました。少し離れてフライトファーロー続いています。すぐ後ろにプルピットグルーム、並んで10番パイオニアシャーガー、すぐ隣に SD アジャード、その外からサムバディブニング、その隣にショッキング、クマールタイズ、すぐ後ろ赤の帽子ブレスグレンビア、その後ろすぐ後ろにアメリケイン、後ろからの競馬になりました。オーケンブルースリー、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。スクワートロンリー、それに続いています。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。しんがりからラストエースプリー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。古豪グローディクミニスター、依然として先頭、すぐ後ろにコーネルレグズ、これに続くのがセイントリービッド、そして大きく離れてプルピットグルーム、この位置です。さあ先頭はまだ13番グローディクミニスター、コーネルレグズ、ほとんど差がありません。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。グローディクミニスター先頭、外から勢いよくコーネルレグズ先頭、グローディクミニスター乗り切れなさそう。追いすがります。外からセイントリービッド、ショッキング、厳しいな。ここから勝負をかけます。あと 200m、 ここで先頭変わってショッキング、しかしようやく伸びてきたが遅いな。2番手はアメリケイン、ショッキング強い強い、ショッキング圧勝か。ゴールイン、2着はアメリケイン、3着にクマールタイズ、勝ったのはショッキング、見事な勝利です。さあ3歳1勝クラス、天のつもみです。4番人気か。マエストラーレが1番人気、
戦法を変えられますが、まあ、このまま行きましょう。ダイジェスト、中山一生クラス、3歳一生クラス、ダート1800m です。短い直線に入って先頭だが届くかどうか、天の壺に先頭、追い出したが一気に後続がやってきた。あ、でもさあ詰まらない、思ったよりは。2番手は当選モス、後続は大きく離れました。天のつぼみ強い強い、天のつぼみ圧勝、意外と粘りましたね。2着は当選モス、これは桁外れの強さだ。天のつぼみ、フラーカップです。天のドロー登場。天のドローは3番人気、クラブは凱旋白プランが1番人気ですね。クラブは凱旋オグシオも出てまいります。白プランホープフル3着ですからね。2番人気はコーラスデッキか。さあ、はい、ガバノドウ先方は、まあ、先行でいいでしょう。ダイジェスト、中山 G3 フラーカップ芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のドロロ先頭、残り 200m、 凱旋白プラン先頭だ。白プラン強い。あ、でもドロロも頑張ってるが白プランですね。凱旋白プランゴールイン。2着は天のドロロ、3着に優勢スペイン、1番人気に応えました凱旋白プラン、見事です。ホワイト家族、ホワイト家族ってまだ続いてるんだよな。予想外ですって感じか。倒産権、ホワイト決定ボスのあれをやってんのか。10年以上もやってたり、すごいな。
本数がすごいな、白時計。 5G の時代とかソフトバンクエアなんかやったり、ファルコンステークスです。ブラックキャビア、あ、6番人気はちょっと厳しいかな。でも印もついてるんでチャンスがないわけじゃない。先方選べます。差しでいってみましょう。ダイジェスト、中京 G3、 中日スポーツ賞、ファルコンステークス3歳限定、芝 1400m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。サーテムイッパー先頭、一気に先頭へ。ブラックキャビア残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。2番手はオリーブダンダー、ブラックキャビア先頭、ブラックキャビア1着、勝ちましたね。サンカルロ3着にジョーカプチーノ、勝ったのはブラックキャビア。重賞初制覇じゃないでしょうか。レベルアップ、次へ。スプリングステークスはサツキショートアイアル、クラブは凱旋ドンカが登場。2番人気、1番人気はプレザンレーブですが、本種本命は凱旋ドンカです。共同通信杯を勝っております。一騎打ちムードかな。他ステークスジョン、ベストメンバーあたりですね。人気はダイジェスト、中山競馬場3歳 G2、 サツキショートアイアル、フジテレビ賞、スプリングステークス芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アプレザンレーブ先頭、あと 200m、 先頭はアプレザンレーブ、2番手はステークスジョン、アプレザンレーブ差を広げる。先頭はアプレザンレーブ、1着でゴール、2着はステークスジョン、3着にテンマブラビ、アプレザンレーブ見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。阪神大商店です。クラブバー浅草キングス、凱旋マーク登場。1番人気はデルタブルースですね。しかし浅草キングスは本種本命となっております。あと東海トリックか。ダイジェストいきましょう。阪神 G2、 阪神大商店、芝 3000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。デルタブルース一騎打ち先頭、さあ浅草キングス、デルタブルース違反されてるな。先頭は依然としてデルタブルース、2番手は浅草キングス、先頭はデルタブルース、1着でゴール、2着は浅草キングス、3着に東海トリック、これが G1 馬の実力だ。デルタブルース名古屋城ステークス、カタノフェイト1番人気、ライバルとしてはヤマニンキングリーでしょうね。あとエルバレーあたりか。さあ型のフェイトどうでしょう。ダイジェスト、中京オープン特別、名古屋城ステークスダート 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。大鳥ナックル先頭、さあ中割ってきた。しかしその差はわずか、粘り込めるか。大鳥ナックル先頭、残り 200m を通過して、先頭は変わって型のフェイト、2番手はエルバレー、肩のフェイト先頭、抜け出した。先頭は肩のフェイト、1着でゴール、2着は微妙です。
1番人気に応えました型のフェイト、見事です。勝ったは勝ったけど圧勝じゃなかったよな。59キロさあ、ドバイは5頭出走です。他、高津宮記念に天の着歌が出てまいります。快速自慢集結、足毛の足毛、足毛一挙ですね。天の着うた、この週までやりましょう。まだ1時間半経ってないんで。銀のお守りか、いいえ11だからな。13ぐらいあったら渡すんですけどね。金札を手に入れる必要があるかもしれない。金引きり、着歌ですね。楽しみ。楽しいですね。さあ、まずはスーパーホースだよな。スーパーホースを何生み出す、スーパーホース、ジェンティルロンナが生まれますね。ジェンティルロンナは母親がドナブリーニです。ドナブリーニって持ってたっけ。あー、車台か。絶対買わないといけない。つまり1頭を手放さないとダメってことか。
ヘリーブロード売りましょうか、一回サウスフィールドに売ったから、これドナウブルーですね。でドナブリーニを買いに行く、カセローということで、虹のお守り高っ。まあでもジェンティル女には変えられません。車内の間なっちゃいますからね、ジェンティル女、それは良くないです。あとゴールドシップもこの年なんだ。ゴルシってジャスタウェイもか、フェローメノ、まあ、みんな強いな。まあでも次はやっぱりゴルシ、馬娘でも有名だから手に入れないとダメだろうな。ゴルシは母親はなんだ、マネダイの癖馬ですね。ポイントフラッグですね。ポイントフラッグか。いたな、そんな馬。ポイントフラッグは2001年の牝馬三冠路線を出てる馬ですね。チューリップ賞2着。そう、ポイントフラッグを手に入れる必要がある。ってことはもう一頭売る必要がありますが、猫返しかな。で、まあ後で買い直せるからな。で、ポイントフラッグ。ポイントフラッグは。ポイントフラッグマックイーンです。ステイゴールドをつけてます。ステイゴールドは当然あのあれの父親ですからね。もちろん金のお守りを使います。これでジェンティルノンナとゴルシの両方を確保できました。この2頭で十分でしょう。あのなぜなら走らせられるシーツバー2頭までなんで、この2頭でいいと思います。さあ、ブエナビスタ当然走らせるだろう。まあ三冠狙うんで一周放牧ですよね。で、花盛りも当然、ちょっと調子落ちてる。出さなあかんけど厳しいな。初音ミ
にくい種項目、ブラックキャビアは青いステークス、あ、はいはいはい、ハルコン、うん、まあでも短距離戦ですよね、出すとして。欧米の1002から1004ってある？ダートだろう、ダートは多分ダメだと思うから、ここら辺か、コモンウェルズとかジャンプラショーとか、ドロロパワーがいいはちょっとやばいな。あ、ダメだ、パワーがいいと思わんかったもんな。ハニカミはマイル路線です。狙いますからね、行きましょう。マノヒーロー、ニュージーランドトーフィー、まあ分からんでもないけど、でもね、買ってないんじゃね厳しいと思いますが、ゴステークスかな。で、椿がゲームリーに挑みます。椿はあと2勝。何勝だっけ、3勝か。キャンキャンどうしようかな、何歳か。あ、でも休もう。あ、ローテ決めないとダメだ、もし出すなったら。何もせずにローテ決めずに出すのはやめといた方がいいからな。ダートだ、ダートだろうな、戦後の。ビホルダーマイル、これかな。ちょっと距離長いけど、ブルースイン、まあ当然でしょうね。
参戦。オーケンブルース3ってまだ一緒だからな。小泉が積み合った。ハウルはこれで8勝あげましたんで堂々と桜花賞に行きます。スピード B なんだ。まあサブパラで稼いでる感じか。ロゴも8勝ですね。でアミーゴがちょっとレースに出さないのはどうかな。もったいない感じがありますが、さあ着歌、これ勝負ですね。勝負弱い。疲労下げましょう。落ちてるんじゃなくて休ませてるんだ。ん？なんだこれ。あ、はいはいはい、まあ問題ないのか。ジュピター大阪杯出させるんやん。じゃあハウルが出す意味ってそんなにない。ハウルもう発症してるからな。1004の2700。ジュピターを勝たせるレースをしないとダメです。チーはまだ4勝か。金引きに勝ちたいや、調子がいいが4勝か。では行きましょう。ネクストアルコーツスプリント、キンシャサの奇跡、一番人気、短距離戦ですね。135、もう圧倒できるでしょう。レース行きましょう。名壇競馬場 G1 アルコーツスプリント芝 1200m 電撃戦です。
こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。トゥーマッチフォーブス。スタートは肝心だがあんまり良くなかった。このままスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してムービーパートナー鼻に立ちます。その後ろからはトゥーマッチフォーブス。この馬も上がっていく構えです。さらにはアラートアートザトップ G1 3勝ストライキングアラマ。その後ろ先手を取ったのはムービーパートナー。これに続くのがスパイラルシュタイン。好位置をキープしています。キンシャサの奇跡ウェイバーエア。そのうちに続いています。先頭は依然としてムービーパートナー。2番手はストライキングアラマ。上がっていった。外からオレンジの帽子キンシャサの奇跡伸びてきた。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はキンシャサの奇跡。あと 200m 日曜王者の争いだ。後続はまだ後ろ。2番手はやっぱり力抜けてますね。圧倒です。離れたキンシャサの奇跡今ゴールイン。段違いの強さです。2着はマルシャンドール、3着にフェイバーエア。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。キンシャサの奇跡まさしく日本が世界に誇れる馬です。キンシャサの奇跡強かったですね。アルコーツスプリント連覇。まあ多分今年いっぱいまでなんで確実に栄冠を手に入れましたね。カタノハルヒです。2番人気1番人気ボルドナロになります。ちゃんとバドミントンもいいけどな。さあ先方選べますが、まあ、このままでいきましょう。レースです。メーダン競馬場 G1 ドバイゴールデンシャヒーン。今度は同じ電撃戦でもダートです。ダート 1200m のレースです。こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはボルドナロ。綺麗なスタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはボルドナロ。続いてミュージックノート、さらにはイディオットプルーフ、13番ノーベンバータウン。その後ろ先手を取ったのはボルドナロ。2番手に G1 3勝カタノハルヒ、内からはダンブーエール。さあ先頭はまだ G1 馬ボルドナロ。2番手はカタノハルヒ。大外からピンクの帽子カタノハルヒ伸びてきた。後続も追い上げていきます。さあ先頭はボルドナロ。カタノハルヒ2番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。いやでもボルドナロがいい。リードは1馬身から2馬身。ボルドナロ遅れた。手応えはどうか。残り 200m を通過して、それどころか追い上げてきた。一番怪しいな。差し切った。先頭はイディオットプルーフ、1着でゴールイン。2着はボルドナロ、3着にコディアックカウボーイ。勝ったのはイディオットプルーフ、見事な勝利です。カタノハルヒ残念な結果。ドバイシーマクラシックアマノアイポッド1番人気。133、120を超える馬はないのでこれは勝ちたいですね。シャンゼリゼが2番人気、スイズデザインが3番人気。しっかり勝ってもらいましょう。レースです。メーダン競馬場 G1 ドバイシーマクラシック。芝 2400m です。
こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはシャンゼリゼ。綺麗なスタートを切りました。シャンゼリゼ、スタートがな。ダッシュを飛び出してシャンゼリゼ、花に立ちます。その後ろからはスイーズデザイン、この馬も上がっていく構えです。さらにはファイティングスティール、14番ユースダンバーニー、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。ファイティングスティール先手を取りました。少し離れてデンジャラスデイライト続いています。ダーレミその前に進出、好位置をキープしています。アマノアイポッド、その外からリンカスエポナ、これに続いてハードトソフィア、すぐ後ろにレイムプロフイント、内からはマーリングフィールド、オレンジの帽子ウィニーズスプーニー、その後ろラインアストロノマー、そのうちに続いています。その隣にネバーウィステリア、その外にアットザサンパス、最後方にネクストイースト。 1000m を通過、少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度黄金の馬体ファイティングスティール、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はファイティングスティール、まだ粘っています。2番手はスイーズデザイン、シャンゼリゼ、3番手最強王者アマノアイポッド、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。アマノアイポッド濃いですね。さあ、ここから伸び足を伸ばせるか。入りました。残りあと 400m、 長い直線、中は割ってきた。足色はいい。ここで先頭はシャンゼリゼ、シャンゼリゼと勝負だが先頭に出た。さあ、先頭は今度はアマノアイポッド、残り 100m、 2番手は抜け出しましたね。アマノアイポッド、この馬勝ちました。アマノアイポッド1着、アマノアイポッド完勝。2着はダーレミ、3着にシャンゼリゼ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノアイポッド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。おドバイシーバークラシック連覇、ドバイターフダイワスカーレット登場、1番人気、クラブはキャプテントゥーレも登場です。ダイワスカーレット131、ソングライングリッドが2番手ってとこですね。でゴールコートビジョンか、この辺ぐらいまでですかね。レース行きましょう。メーダン競馬場 G1 ドバイターフ、芝 1800m です。こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっと遅れたのはアロハミュージック。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。グラディアトールス前に行きそうです。ダイワスカーレット、それに続いています。さらにはソングラインイグリッド、14番フルートザイザー、その後ろ。先手を取ったのはグラディアトールス、そして大きく離れてドラマールタグレイシア、この位置です。すぐ後ろにシャムキャバン、その後ろからはキャプテントゥーレ、並んで8番アロハミュージック、イブニングバイオレット、この馬もこのグループ。その横にジェイペグ、その外からバトルウール、その隣にサプレザ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ9番グラディアトールス、リードは6馬身ぐらいあります。グラディアトールス一人旅、大きく離されて2番手はソングラインイグリッド、ダイワスカーレット、この位置から届くのか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はグラディアトールス、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日曜王者意地のぶつかり合いだ。最後の追い比べ、先頭はダイワスカーレット先頭です。残り 200m を通過して、さあ追い込んできた馬がいる。ダイワスカーレット、届かないな。2番手はジェイペグ、ダイワスカーレット勝ちました。2着はジェイペグ、3着にコートビジョン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダイワスカーレット、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 3連勝となります。
ドバイワールドカップ金引きり、いよいよメインレースです。レーティング見ていきましょう。ココアビーチ、あ、でもココアビーチが111でスープのみで、あ、まあプレミアムタップとかいるけど及ばないですね、他のまま。あとアインシュタインあたりかな、コメンテーター。さあ勝ってもらいましょう。レースです、名団競馬場 G1ドバイワールドカップダート 2000m、 ドバイウィークのメインレースがやってまいりました。さあ金引きり、果たして勝ち切ることができますでしょうか。砂漠に囲まれた名団競馬場で今年も熱い戦いが火蓋を切ります。各国の砂の王者たちが国の威信を背負って挑むダート世界最強馬決定戦ドバイワールドカップ、頂点に立つのはどの馬か、まもなくスタートです。スタートしました。コメンテーター好スタート、綺麗なスタートを切りました。まあいいスタートですよ。先手を取ったのは予想通りコメンテーター、さらにはエリーズマックスジーン、15番プレミアムタップ、その後ろコメンテーター先手につけましたね。すぐ後ろにウェルアームド、好位置をキープしています。金引きり、この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。カジノドライブ、そのうちに続いています。その後ろにトロピカルイレブン、その外にクワイタバイタリティ、内からはハワイアンウエスト、その外からアンカシークレット、その隣にグロリアデカンペオ、名前探しちゃってる。内からはココアビーチ、並んで G1 馬ウォーターウェイシティーズ、しんがりからインパーフェクトウエスト、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度14番ケリーズマックスジーン、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、プレミアムタップ、それに続きます。少し離れてウェルアームド続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はちょっと後ろのにまだ粘っています。居過ぎる気がしますが大丈夫か。金引きり、3番手金引きり上がってきました。まだ後ろ安城のゴーサインはまだでしょうか。先頭を伺う、つける時だ、日米王者の争いだ。先頭に出た、先頭は金引きり、突き放しにかかります。残り 200m を通過して一気にまくっていきましたね。ぶっちぎった。2番手はコメンテーター金引きり、強い強い金引きり、圧勝ゴールイン。2着はコメンテーター、3着にウェルアームド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。金引きり、まさしく日本が世界に誇れる馬です。世界最強馬となりました金引きりです。引っかかったんだ。さあ日経賞です。オディールクラブ馬オディール登場、3番人気だが、マイネルキッズオアシスセッションあたりか。ダイジェストです。中山 G2 日経賞芝 2500m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オアシスセッション先頭、残り 200m、 先頭は依然としてオアシスセッション、後方から一気にマイネルキッズ、2番手はアクシオン、オアシスセッション1着、2着にはどうやらマイネルキッズ、3着にアクシオン、まずは前哨戦を制しましたオアシスセッション、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。そして毎日杯です、クラブは凱旋節一部が2番人気、トライアンフマーチもクラブはいます。本種本命ですね、凱旋節一部は。1番人気はアーリーロブストとなっております。
では、ダイジェストいきましょう。阪神 G3 毎日杯3歳限定芝 1800m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。アーリーロブスト先頭、アーリーロブスト凱旋星一部、2頭の追い比べ、ここで先頭は凱旋星一部、残り 200m 凱旋星一部、このまま振り切れるか、外側を伸びてるが、一気にアイアンルック、2番手はトライアンフマーチ、凱旋星一部、凱旋星一部、1着、2着にはどうやらトライアンフマーチ、3着にアイアンルック、見事に勝ちました凱旋星一部。バツフィニッシュですね、クラブバー。さあマーチステークスに、アマノレエネループ登場。2番人気、1番人気は藤のウェーブとなっております。一騎打ちムードです。本種本命はアマノエネループ。バーミーヤンなんかもいますね。新ロンバード。ダイジェストいきましょう。中山 G3 マーチステークスダート 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ワンダースピード先頭、残り 200m。 追い込んでくるがちょっと届かないか。一気にアマノエネループ、2番手はラミリアン、先頭はワンダースピード、1着でゴール、2着にはどうやらアマノエネループ、見事に勝ちましたワンダースピード、富士のウェーブ完敗です。着外に沈みました。エメループは2着。そして高松宮記念に山の着歌、頑張ってほしいです。1番人気、2番人気ルミナスハーバー、内枠で人気は集中しております。ローレルゲレード、エーシンフォワードあたりが人気馬となりますね。ハイングレインもか。短距離の有力馬が揃っております。さあ着歌、追い込み大丈夫かな。まあ前に行く馬多いからなんとかなるか。ではレース行きましょう。高松宮記念がやってまいりました。芝 1200m の電撃戦 G1 中京競馬場で行われます。さあ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のエーシンフォワード、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ウエスタンダンサー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがウエスタンダンサー、これに続くのがローレルゲレイロ、ローレルゲレイロ先手を取りました。その外からアグネスジェダイ、ピンクの帽子ディープサマー、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでウエスタンダンサー先頭に変わりました。ローレルゲレイロほとんど差がありません。ディープサマー3番手、天野チャクータまだ来ない、後続も追い上げていきます。集団に後ろっていうところですね。ローレルゲレイロ見切れるか。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ローレルゲレイロ先頭、天野チャクータ先頭、引き離しにかかる。残り 200m、 天野チャクータ余力は十分、さらに引き離していく。ちぎった。2番手はローレルゲレイロ、天野チャクータ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はローレルゲレイロ、3着にエイシンフォワード、これが世界の実力だ。天野チャクータウィニングランです。
で、制覇か。さあ、出産ですね。送り人と片のポヌが早くも入球。いいえ。お、サイチパンドラ、流れ星。来ましたね。そしてジェンティル女とはジュワード・ビーブルも生まれましたね。母親ビアハイジとなっております。ゴルシュももちろん生まれております。配合評価ってあるんですね。ジョブ長持ちしそう。おっと、カッパギ20丸に対してミカは丸しかない。大丈夫でしょうか。サブパラがちょっとパッとしないのか。特にやっぱり気象がダメなんでしょうね。早くもう4つ全部ついちゃってる。こっちは海外遠征ついてんのにな。厳しいな、海外が。まあ大舞台でカバーっていうとこでしょうかね。非根幹距離なんだ。典型的なステイヤーなんか。ってことはまあステイヤーレースに出すべきでしょうね。まあ丈夫っていうのは嬉しい限り。他の馬も見ていきましょう。評価額高い順です。一番高いのがエアグルーヴ09ですね。オスマか。あ、ミカのみ20丸。カッパギは何なんで、スピードがないのか、それとも遅咲きなのか。そしてベガ09です。なんかダメっぽいな。これは売るだろうな。父ヨハネスブルーがうまくいかないか。次です。シーキングザパール、これもダメっぽい。シーキングザパールは毎年いいんですけどね。ソングオブウィンドだが、もしくはかなりの晩成なのかな。牝馬です、まあ、持っとくこと価値もありますけどね。トゥザビクトリー、ミカのみ20丸、カッパギ丸。
飛行間距離がもうついてます。下間のなっちゃん、お、いいねじゃないですか。両方とも20丸です。これは有力じゃないでしょうか。牝馬か、持っときましょうか。父レッツゴーターキンか。なっちゃんはいい馬なんで、楽しみですね。ブログラキスタ面白そうで、キューちゃんがついて、キューちゃん20丸のみ。どうなんだろう、万世なのか、それともスピードはなくてサブパラのみあるのか。丈夫なのはいいことではありますが、ダンパはダメですね。秘書のみ、ただの両血馬だこれ。アマナイモード、そうなんだ。牧場長がついてるのは嬉しいな。あ、丈夫だからついてるとも言える。メジオドーベル、あ、ダメだ、無印だ。ドーベル失敗してるな。ドーベルもう売ってもいいかもな。青や、で山のてるてる、これはいいんじゃないでしょうか。早熟かもしれない。いや、さすがにまあ走ってくれるでしょう。で、ジェンティル女を飛ばして、マンファスはミカのみ。マンファス09はスピードがあればいいんですけどね。天のガビットか、天のカリスマか。で、ビリーブですね。ミカのみです。ちょっと厳しいかな。天のリアップ、で、フサイチパンドラ、お、いいじゃないですか。両方20丸。父親アマノアイマックです。これがあのなんだ、星能力上がるんじゃなかったっけ。なんか能力低くてもそういう意味では楽しみですね。で、ソルディビット、父は天のデゼニシですが、
ょっと厳しいかな、この馬は。スピードはやっぱりいりますからね。オリエンタルアートもダメですね、これは。で最後ファインモーション黒三角ダメっぽい。せめてねあれがついてれば、あのミカも印ついてればいいんだけど、まあこの辺も売却候補ってことになりますね。絵画は2頭アバノジュピターはあと何勝、あと2勝です。頑張ってほしい。ダーレミ、王道路線開幕ジュピターだ。頑張って、おーディープスカイか。そうだディープスカイ強いよな。さあガマのジュピタイディープスカイが立ちふさがります。誰、おやった、武士一部毎日杯勝利。どう、食品箱の中からドーベル売っちゃいましょう。ちょっともう厳しいと思う、ドーベル。中から一頭買い直したいが、国戦か。
キアイダーか。セントライト取ってんのか。やってるんだ。そう、ドーベルって言ったら二次ブリッジが唯一走ってるよな。二次ブリッジ買い直すのもありかもしれないが、買い直します。ブログ最上位大阪編、一応ジュピターがトップです。2番手をドリームジャーニーやディープスカイじゃなくてウォッカなんですね。とローって見て終わりましょう。いやちょっと疲れが心配だ。8対4勝。戦力は明らかに長いので、今年まで、いや違うな、距離戦しかないと思うけど、長くてもここぐらいまでなんですよね。うん、ここをとりあえず出してみましょう。負けないぞ。出すのはこっちですよね、ジャイプールとか。気持ちは4勝。
さあアテネはちょっと厳しいよな。距離は3000か。まあ63キロ、これはきつい。じゃあもうここぐらいしかないだろう。58キロか。牝馬に58キロはきつい。ポット、うん、まあ妥当ではあるが、大きなレースあれば出したいですけどね。イナバウアー、ん、イナバウアーは香港カップ2着の馬、チペルハッタの勝ち馬か。ちょっとイナバウアーじゃ厳しいですね。イナバウアーちょっと考え直しましょう。距離は短いけどな。着歌はまあマイルだから順当か。そう考えると他のまあ出したくないというか、何この疲れ。マイル出る馬はまあいいでしょう。一騎打ち、うん、サンバーロカまだ5勝ですからね。能力上げたいよな。
究極仕上げ。ハニカミも出るんだけど、さあこの調子で、でも万世なんだよなこの馬。ということは、まあ、一応登録はするけど不安ですね。万世で勝ってたらすごい馬だけどな。うん、こんなとこじゃ、あ、ダート馬かこれ。距離線で行きます。まあドロロも対抗はできるんですが、勝負付けがもう済んだのかなっていう印象ですね。まずは重賞制覇から。さあまずは送り人ですね、武豊。まあいいんじゃ、早熟だしいいんじゃないでしょうか。そして芝ですね。うん、あとは分からん。でポニョです。瀬島騎手。瀬島って誰だ。こんな感じですね、はい、ということで、ここまでかな。はい、ということで、ドバイとかもや出産とかもやってしまいました。結構2時間半超えるレースになりましたが、まあ今日土曜日なんでよしとしましょう。まあ、こう勢いある時とか休みとかにやってしまわないといけないですからね。はい、ということで、ツイッチで配信を行いました。ぜひツイッチのアカウントフォローお願いいたします。Please ツイッチマイアカウントフォロー please。この動画は2日後 YouTube にアップロードいたします。2日後ですので9日21時頃にプレミア公開できるようにいたします。ぜひご覧ください。 Twitch のチャット欄には YouTube のチャンネルへのリンクございます。ぜひご覧ください。アクセスお願いします。そしてチャンネル登録、動画の高評価もお願いします。This live archive my YouTube channel up two days after my YouTube channel channel subscribe and good button please。 旧 Twitter のある X のアカウント、こちらも Twitch のチャット欄に記載してます。ぜひアクセスお願いします。またアカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X マイアカウントアクセス&アカウントフォロープリーズ。
ポスト、リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト9/2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。